2004年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙2004年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙2004年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙デモクラティックパーティープレザデンシャルプライメリーズオブ20042004デモクラティックプライメリーズは2004年アメリカ合衆国大統領選挙に向けて民主党の大統領 副大統領候補を選出した手続きを言う。民主党党大会を最終的な舞台とする一連の予備選挙や党員集会を通じて、マサチューセッツ州選出上院議員ジョン・ケリーを大統領候補に、ノースカロライナ州出身のジョン・エドワーズを副大統領候補にそれぞれ選出した。ケリー、エドワーズ、退役大将、元バーモント州知事ハワード・ディーンなど10人の候補が、 民主党大統領候補としての指名をめぐって争った。選挙運動序盤の2003年には多くの世論調査で良い結果を出し、資金集め面でも先行していたディーン候補がかなり先行した有力候補と目されていた。しかし、アイオワ州党委員集会で予想に反してケリー候補が州の38%の大議員を獲得し、エドワーズ候補も 州の32%の大議員を獲得したことで流れが変わった。以降、ケリー候補は4つの州とワシントン DC を除く、ほとんどの州で勝利ない市は優位を確保した。クラーク候補はオクラホマ州で、ディーン候補はバーモント州とワシントン DC で、エドワーズ候補はノースカロライナ州とサウスカロライナ州で、それぞれ勝利を収めるにとどまった。 2004年民主党党大会を直前に控えた7月6日、ケリー候補は、エドワーズ候補を副大統領候補として指名した。7月28日、ケリー候補の地元マサチューセッツ州ボストンで開かれた民主党党大会にいて、ケリー候補とエドワーズ候補は、正式に民主党候補としての指名を受けた。両候補は、現職大統領の共和党、ジョージ・ブッシュ候補と、本選挙を戦い、 僅さながら敗れた2004年アメリカが衆国大統領選挙。2002年5月31日、バーモント州の知事であったハワードディーンは大統領選挙検討委員会を設置した。最初のアイオワ州党委員集会から数えて2年、近くも前の時点ではあったが、小さな州の知事として地元以外ではあまり知られていなかったディーン候補は、 早いスタートによって知名度の向上を狙っていた。同年12月、ジョン・ケリー上院議員、マサチューセッツ州選出は NBC の番組で2004年大統領選に向けて検討委員会を設置するつもりであることを表明し、正式な立候補の表明を数ヶ月以内に行うとの意思を明かした。ケリー候補は輝かしいベトナム戦争の従軍経験を有しており、 民主党候補といえば、軍の最高司令官としての適性について疑問をもんれるという状況に苦しんでいた民主党員の間では興奮が広がった。2週間後、2000年、アメリカ合衆国大統領選挙で大統領候補であったアルゴア元副大統領が CBS の番組で2004年の大統領選挙に出馬しないことを表明した。ゴアは、 全米規模で書籍の出版に関するキャンペーンを繰り広げていたところで、いよいよ出馬表明をするものと、周囲からは広く考えられていた。他の候補者たちは、有力候補とされるゴアが、どういうプランを有しているのかについて、様子を見ていたのか、2003年1月には、席が切られたかのように、立候補に向けた動きが活発化した。ジョーリー・バーマン上院議員は2000年に、 ゴア大統領候補の副大統領候補であったことなどから、もし、ゴアが民主党の大統領候補としての指名を目指すのであれば、自らは出馬しないとの約束をしていた。この約束を守る必要がなくなったことで、リーバーマンは大統領選挙への出馬を表明した。さらに、ノースカロライナ州選出のジョン・エドワーズ上院議員、ミズーリ州選出リチャード・ゲッパート下院議員、 ニューヨーク州のアルシャープトン牧師などが正式な立候補に向けた第一歩として検討委員会の設置を表明した。2月にはさらなる候補者として元入りの異州選出上院議員、キャロル・ブラウン、オハイオ州選出デニスク市日会議員、そしてフロリダ州選出ボブ・グラハム上院議員が立候補を表明した。このかにも立候補の可能性について名前が挙がるものについては 様々な憶測が巻き起こった。候補の可能性があるとされたものの中で、正式に不出馬を表明したものとしては、上院院内総務、トム・ダシュル、コネチカット州選出クリストファー・ドット上院議員、そしてモトコロラド州選出上院議員、ケイリー・ハートなどが挙げられる。4月に発表された2003年第1四半期に関する資金調達状況によれば、 エドワーズ候補が740万ドル、ケリー候補が700万ドル、ゲッパート候補が350万ドル、リーバーマン候補が300万ドル、ディーン候補が260万ドル、グラハム候補が110万ドル、クシニッチ候補とブラウン候補が、それぞれ100万ドルを下回る金額をそれぞれ調達した。アメリカ同時多発テロ事件を契機として、ブッシュ政権では、 イラクのサダム・フセイン政権を打倒することが緊急の課題として議論され始めた。この議論はサダム政権が核物質を調達しようとしたこと、生物、化学物質で大量破壊兵器に転用可能なものについて国連制裁に沿った説明を行っていないことを根拠としていた。事態は合衆国がイラク侵攻のために英国、スペイン、イタリア及び ポーランドなど40ほどの国、ブッシュは有志連合と呼んだを集めるに至った。有志連合はイラクに2003年3月20日侵攻した。この行為につきほとんどの候補者は支持を表明した。ディーン候補とクシニッチ候補だけがその目的と政府の戦略に対し強い疑問を呈し、戦争に反対する者たちの目を引いた。ケリー候補はニューハンプシャー州、 ピーター・ボローの聴衆の前での演説で、我々はイラクでの政権交代を求めるだけではなく、ここが死州国でも政権交代を求める。と発言した。共和党員は、これを戦時中の大統領への反対を公言するものとして批判した。進行は、サダム政権とイラク軍を崩壊させるのに3週間ほどという、速やかなものだった。 イラクの産油施設は限られた損害に止めた状況で速やかに確保された。5月1日、ブッシュ大統領は軍用機ロッキード S-3 で空母エイブラハムリンカーンに着艦し、イラク戦争の主要な戦闘が終了したことを告げる演説を行った。その背後にはミッションアコンプリッシュと任務完了、作戦完遂との横断幕がはっきりと掲げられていた。 この空母での演説は、大げさに芝居じみたもので、無駄な費用をかけるものと批判された。CNN によれば、横断幕は、ホワイトハウスのスタッフが作成した上で、アメリカ海軍によりそこに掲示されたという。この横断幕は後に時期尚早として批判されたが、CNNUSA Today ギャラップ社の世論調査による5月の大統領支持率は66%に上昇した。 2003年5月3日、サウスカロライナ大学で民主党の9人の候補者の間での最初の公式討論会が行われた。イラク戦争、健康保険問題、ブッシュ大統領の減税政策については、意見が一致しなかった、ブッシュ政権の経済運営を批判する点では、各候補者が補調を揃えた。2003年6月、ディーン候補は、 30万ドルを超える費用をかけて2004年の選挙運動の最初のテレビコマーシャルを流した。気を同じくして正式に大統領への立候補を表明し、連邦選挙委員会に大統領選の選挙運動の届け出を行った。同月下旬、リベラル派のウェブサイトが行った、オンラインでの民主党、予備選挙、公式のものではないを実施したところ、ディーン候補が44%、 デニスク・クシニッチ候補が24%、ジョン・ケリー候補が16%を獲得した。7月には2003年第2四半期の各候補の資金調達状況についての発表があった。ディーン候補は750万ドルを集め周囲を驚かせた。ジョン・ケリー候補は600万ドル、ジョン・エドワーズ候補とジョセフ・リーバーマン候補はそれぞれおよそ500万ドルを集めた。 ディーン候補の資金調達が好調なのはインターネットを選挙運動に用いる革新的な手法によるところが大きかった。ディーン候補への寄付の大半はディーナイズまたはより一般的にディーニアックと呼ばれたディーン候補支持の個人からもたらされた。革新的なインターネットを利用した選挙運動はディーン候補を強く支持する草の根有権者を生み出し、それらの有権者はディーン候補が 選挙運動を終了した後も、ディーン候補を強く支持していた。2003年の秋までに、ディーン候補は、民主党大統領候補指名の明らかな有力候補、フロントランナー、選考候補となり、ほとんどの世論調査で良い結果を残していた。知事時代に、実践的な中道的と一般に見られていたが、大統領選挙の選挙運動中に、ブッシュ政権の政策、とりわけ、 イラク戦争や同僚の民主党員がイラク戦争に反対しなかったことを非難しことからポピュリスト的な性質があることも明らかになってきた。保守的な評論家は選挙運動中、ディーン候補の政治的立場は極端なリベラルであるとレッテルを張った。しかし、長く堅実な財政抑制論者として知られていたディーン候補は進歩的なバーモント州では穏健派とみなされていた。 民主党のクシニッチ候補や独立系のラルフ・ネイダー候補を支持する多くの左翼評論家は実際はディーン候補は社会的にはリベラルで財政的には保守派というロックフェラー・リパブリカン共和党恩恵派的であるとして非難した2003年の夏には退役大将であるウェズリー・クラークを民主党の2004年大統領選挙の候補者としようとする 全国レベルでのキャンペーンがいくつかのグループにより行われた。8月13日の CNN の番組はかかるクラーク待望グループのテレビコマーシャルを流した上でクラークにインタビューを行った。クラークはクラーク待望グループとのつながりを否定したが自分の立場をよく考えているということと出馬の有無について数週間以内に公表する旨を述べた。クラークはこのインタビューで 自分が民主党支持者であることを初めて認め、周囲の思惑はさらにかき立てられた。2003年9月18日、アーカンソー州リトルロックで、クラークは2004年民主党の大統領、候補予備選挙への出馬の意向を発表し、10人目で最後の候補者となった他の候補者よりも数ヶ月も遅れた。私の名前はウェズ・クラーク。 アーカンソー州リトルロック出身で、ここにアメリカ合衆国大統領を目指すことを表明する。この国を後ろではなく、前に進めていくために選挙運動を行う。と述べた。クラーク候補の選挙運動は、リーダーシップと愛国心に集中していた。当初の選挙広告は、クラーク候補の経歴を全面に押し出したものであった。クラーク候補は、 選挙運動の指導が遅れたこともあり、詳細な政策の提案が比較的欠けていた。クラーク候補はすぐに減税プランなどを含む幅広い政策文書を提示したが、政策に関する弱点は選挙運動当初のいくつかの討論において明らかであった。それにもかかわらず、多くの民主党支持者はクラーク候補を支援した。支持者はクラーク候補の印象的な軍歴に惹かれ、 その外交政策への信用性は、ブッシュ政権の旧、11号政策に挑戦する上で、価値のある財産であると考えた。アドバイザーや支持者は、その時にも、党の指名争いで先行していた、ディーン候補よりも、クラーク候補が選ばれる可能性が高いと考えていた。ただ、2003年暮れのクラーク候補への爆発的熱狂にもかかわらず、ディーン候補はその年後半の世論調査でも、 大きなリードを維持していた。クラーク候補への批判は選挙戦に参入したと同時に始まっていた。反戦将軍として報道され、立候補後の最初の数日間は戸惑いを見せていた。クラーク候補は、イラク戦争に関する決議に対してどう投票したか、という質問への回答が揺らいでいると受け止められた。支持者は、クラーク候補が優柔不断に見えるのは、 メディア対応の経験が乏しいせいで、むしろメディアが報道に使いやすい端的な回答を強く望みすぎたせいと主張した。2003年12月の子は候補による正式な推薦や、ビル・ブラッドリーや、トム・ハーキンなどの重要人物の推薦が力となり、アイオワ州の党員集会に至るまで、ディーン候補は選挙戦ではっきりと先行していた。対立候補である、 ブラウン候補さえ、ワシントン DC の予備選挙で完全にディーン候補に敗北したことで、選挙戦からの撤退し、ディーン候補を推薦した。ジミー・カーター元大統領は、2004年の選挙戦では、どの候補も推薦しないと宣言していたが、アイオワ州党員集会の前の週末に、ジョージア州プレンズでディーン候補と一緒に、教会の日曜礼拝に参加し、暗黙の推薦を与えていた。 ところが2004年1月19日に行われたアイオワ州での党員集会では予測に反し民主党大統領候補としてケリー候補を強く押す結果となった。ケリー候補はトップで州の大議員の38%を獲得し2位のエドワーズ候補が32%を獲得した。先行していたはずのディーン候補は18%で3位に沈み、 ゲッパート候補は4位、11%にとどまった。ディーン候補は、この週で数週間前に行われた、世論調査では、リードしており、ゲッパート候補と1位の座を争っていた。そのため、ディーン、ゲッパート両陣営は、この結果に、大きなショックを受けた。結果を分析したものの多くは、ディーン候補とゲッパート候補の間で派手な、ネガティブキャンペーンが行われたこと、 両候補の敗北の理由であると指摘した。アイオワ州での結果に失望し、ゲッパート候補は選挙戦から撤退した。アイオワ州党員集会の後の集会でのディーン候補の演説をテレビが報じると、メディアによる大騒ぎを招き、ディーン候補の選挙運動は、さらなる打撃を受けた。これは、熱狂的な聴衆が勘固する中で、ディーン候補は、大声で叫ばざるを得なかったが、 自分のマイクが単一指向性のもので、人々の騒音は拾わず、ディーン候補の声を振り絞った劇だけが、テレビの聴者に聞こえることに気がつかなかった。専門家からコメディアに至るまで、ディーン候補の絶叫を、想像しく奇妙なもので、大統領にふさわしくない演説として、テレビで取り上げた。多くのものに、ディーンの絶叫であるとか、単に、例の絶叫と名付けられ、この演説が、 メディアで大きく取り上げられたこと自体がさらにニュースとなった。1月27日、ケリー候補はニューハンプシャー州予備選挙で1位となり、再び大きな勝利を挙げた。1週間前にアイオワ州党員集会で最初の投票がなされた時には、ディーン候補はニューハンプシャー州の公式の世論調査で30%リードしていた。これにより、ここでの敗北は、 ディーン候補の選挙運動のもう一つの大きな交代となった。クラーク候補はニューイングランド地方出身のケリー、ディーン両候補に次いでニューハンプシャー州で3位となった。エドワーズ候補は他の先行する候補に関するネガティブキャンペーンをやめたことと相まって終盤に勢いを見せ、アイオワ州党員集会で2位、大議員の32%を獲得する。 驚くべき結果をもたらた。ティリー候補の三十九パーセントに次いで、先行していたディーン候補の十八パーセントより上に行く結果であった。エドワーズ候補は、一週間後のニューハンプシャー州予備選挙で十二パーセントの支持を受け、退役将軍、ウェズリー・クラーク候補と並ぶ三位を確保した。翌週には、エドワーズ候補は、サウスカロライナ州の予備選挙で勝利し、オクラホマ州で、 クラーク候補に迫った。ディーン候補の選挙戦からの撤退以降は、エドワーズ候補は、ケリー候補の実質的に唯一のライバルとなった。ただ、ケリー候補は、ミシガン州、ワシントン州、メイン州、テネシー州、ワシントン DC、ネバダ州、ウィスコンシン州、ユタ州、ハワイ州、そしてアイダホ州と連勝し、エドワーズ候補を圧倒し続けた。 2月17日のウィスコンシン州では、エドワーズ候補は、予想外の良い結果を受けて、米国のドアミラーに書いてある、注意文言をもじり、ユーモアを込めて、ドアミラーに映っているものは見た目より苦にあることがあります。と、ケリー候補に用心を求めた。他の候補の多くは、この頃までに脱落し、シャープトン候補、クシニッチ候補及び、エドワーズ候補を選挙戦に残すのみとなった。 議員候補は、正式には立候補をしていなかったが、それまでに割り当てられた大議員を手放しておらず、もはや正式な選挙運動をしていないことからすれば、未だ高い評価を得ていた。エドワーズ候補は、ネガティブキャンペーンをしない選挙運動を続け、2月29日のニューヨークでの討論会までは、ケリー候補を攻撃するのをほぼ避けていた。ニューヨークでの討論会で、エドワーズ候補は、 先行するケリー候補をワシントン DC の住人であると決めつけたり、ケリー候補の貿易協定を審査する委員会の設置プランをあざけ笑うことで、ケリー候補を受け身の立場に追い込もうとした。3月のスーパーチューズゲーにおいて、カリフォルニア州、コネチカット州、ジョージア州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、 オハイオ州そしてロードアイランド州の予備選挙、ミネソタ州の党員集会で、ケリー候補は決定的な勝利を収めた。ディーン候補は2週間前に選挙戦から撤退していたにもかかわらず、地元バーモント州で勝利した。エドワーズ候補はジョージア州で、ケリー候補に迫る結果を残したものの、どの州でも勝つことができず、大統領選挙からの撤退を選択した。その晩、 ブッシュ大統領は、ケリー候補に、祝福の電話をした。3月11日、ワシントン DC の特別大議員や、他の予備選挙の元ライバルとの会談を行い、ケリー候補は、指名を確実にする2162名の大議員を、主中に収めた。民主党党大会のウェブサイトは、党大会のほぼ3ヶ月前の、この時点で、ケリー候補を、党の候補として扱い始めた。 その月の下旬にマサチューセッツ州ボストンで行われる2004年民主党党大会の直前である7月6日、ジョン・ケリー候補は副大統領候補としてジョン・エドワーズ候補を選んだ。共に上院議員であるケリー候補とエドワーズ候補は正式に党大会において民主党から候補者として指名された。ケリー・エドワーズ候補は前後10週及び ワシントン DC の投票用紙に記載された。ニューヨーク州では、ワーキングファミリー等の候補者としても記載された。ニューメキシコ州知事のビル・リチャードソンが、党大会の議長を務め、ビル・クリントン前大統領のアドバイザーであったロッティ、シャケル・フォードが副議長を務めた。2004年民主党党大会で際立ったのは、ハワイ州出身で、イリノイ州上院議員候補バラック・オバマによるメインの 基調講演、ビル・クリントンによる開幕の晩の演説、ジョン・ケリー、ジョン・エドワーズ両候補による等の指名受諾演説などが挙げられる。ケリー候補は自身のベトナム戦争の体験を目立つテーマとした。指名を受諾する演説を、ケリー候補は、ジョン・ケリー、任務のために出頭しました。I am John Kerry and I am Reporting for Duty との言葉から始めた。 ケィー候補とエドワーズ候補は2004年アメリカ合衆国大統領選挙で共和党候補である現職のジョージ・ブッシュ候補とリック・チェーニー候補にと対抗した。党大会における正式な指名後にもケィー候補は世論調査でわずかな反響のみを得たためブッシュ候補とはつばぜり合いを続けていた。これは最近の政治史の中で初めて党大会の後の世論調査において 顕著な支持の拡大が見られなかった例であった。政治評論家の一部は、わずかな支持の拡大しか得られなかったことの原因を、前回の大統領選挙に比べても、投票の意向を決めていない有権者が、異例に少なかったことに求めた。一般選挙は、ケリー候補を破った、ブッシュ候補が勝利を収めた。選挙は主に対テロ戦争の指揮の問題を中心に、戦われた。 ケリー候補が戦争が無策に進められていること、イラク戦争はテロ戦争の一部ではなく逸脱であることを指摘する。一方で、プッシュ候補は自政権の政策を弁護した。以下は2004年の指名をめぐって争った候補者と著名な候補者で不出馬を決めたもののリストである。シャープトン候補とクシニッチ候補はこれらの日に選挙戦から脱落したが、 党大会が終わるまで、正式には撤退しておらず、大議員の割り当てを受けることを中止しなかった。クシニッチ候補は1%にいくらか及ばない、大議員病を得た、ケリー候補以外の唯一の候補である。ノースカロライナ州選出上院議員ジョン・エドワーズが、ジョン・ケリー候補に2004年7月6日に、副大統領候補として指名された。 その他副大統領の候補とされた人物、2004年民主党党大会では4353名の大議員が存在した。そのうちの802名は、党のリーダーや何人かの候補者自身を含む特別大議員で、どの州の予備選挙、党員集会の結果にも束縛されず、いつでもその支持する候補を変更することができる者たちであった。 党の候補として指名されるために必要な大議員数は2162名であった。北マリアーナ諸島及びミッドウェイ干渉を除き、すべての州、準州その他のアメリカ合衆国の居住エリアは2004年党大会に大議員を選出していた。ジョン・ケリー候補は、クシニッチ候補37票を除く、他のライバルだった候補のすべての票も受け、4225票を 獲得した危険が26票。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。